ました。
司会だけ緊張しておりますが、ベンチャーの曲で有名になったような曲をピックアップしております。楽らしい次の曲は10番街の作品といってタイトルは良くないですが最もポピュラーな曲です。聴いてください。
朝日のあたり。Thank you.